キャベツさんが勝つと相当でかいですね、キャベツさん。あの、集中してます。さあ、中堅同士の戦いになってきました。ワンピー側はキャベツバイパー、さあ得意のアフリカステージ、さあ、ツーピー側はカズノコユン、さあ、いつもの緑に身を包んだ、おっと、あれこそ緑、あれこそ緑ですね。ちょっとかな、あれこそ微妙、ちょっとあのローグっぽいですね。キャベツさんも結局あのユイアン全盛期になんとかユイアンさんを頑張っていたタイプ。まずはウルコンを決める。さあ、ウルコンまでか、彼は分からない。ケビをすぐ構える、この判断の速さ、これはすごい。もうあとめくりテストなんだ、ガードした。さあ、いく、最速で打ってくる、切り替えの速さがすごい。さあ、しかしね、このカズノコの切り替えの速さが常に時間の出方がありますからね。そうですね、これが本当すごいですね。さあ、マジカルさんが結構強くて、しっかり戻して成長打っていく。さあ、かなり落とすことは当たらなかった。大来中3だ。おお、見ているか、そこマリオレ。さあ、第3弾がここはうまく抜けて、なんとか第2弾流す。コマが速い。おお、コマ投げ使うの、絶勝入る。めっちゃ頭抱えちゃってます。これはちょっとあれでしたね、今の流れ。あれ、キャベツさん連コインですか、これは。キャベツさん、ちょっと連コインできないんですよ、キャベツさん。さあ、さっきはありがとう。